ちは。こんに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 ちは。ハートありがとうございます。こんにちにち。こんにちにち。こんにちは。今日は世代交代前夜公演です。ハートクッキーありがとうございます。ペペナジャお便りお待ちしてます。ヒレルタンヨロありがとう。一瞬ポーチ取ってきます。マジですぐ帰ってきます。本当にすいません。一瞬ただいまんもす。ハートのクッキーありがとうございます。今日は世代交代前夜公演ということで、みんなで おかえり、ただいま。自己公開しました。さっき Vlog ももうすぐというか公演終わりに上がると思うので、ぜひ見てください。今のどあめです。のどあめ入れてます。タコありがとうございます。ハートのクッキーありがとうございます。そう Vlog 楽しめますよ。ありがとうございます。そう今日はね公演です。でバレンタインもさっき公開しました。ハートのクッキーありがとうございます。昨日ルームスで大量のねチョコを作ったんですけど、結果どんな感じにラッピングされたかは皆さんに見せてなかったので、それを紹介したいと思います。イエーイ。まずこれは9期のみんなに、今日の公演メンバーの分はもう渡しちゃったんだけど、今日いない7人の分はここにあります。じゃーん。例えばレイポンのペンライトはこんな感じとか、これはマナミンのペンライトカラー、あとはユカタンのペンライトカラー、こんな感じ。昨日ルームスで作ったやつがこんな感じになりました。じゃーん。こんな感じつけてシール貼って、そう昨日ルームスでね飾り付き配信してたんですよ。でラッピングはこんな感じになりまして、これをみんなに配りました。ハートのクッキーやっぱいいよね交換ってって思いました。こっちはラスクじゃないんですけど、ラスクのやつもあるんだけど、こうバッタリ9期じゃない人とバッタリ会った時のために市販のを詰め合わせたやつも一応用意しました。うちは市販の いい仕事ありがとうございます。そう、うちは市販のやつ。これは自分用にラッピングしたやつです。自分用。あ、昨日全然見れなかった。あら、今ねアーカイブもうすぐ上げるところ、もうすぐ上げます。ダイブしたやつは自分で食べようと思ってます。ハートのクッキーありがとうございます。金子さん用はないけど、マネージャーさん用は渡しました。ギリチョコ、そうそう。準備いい。そう、いろんなところリボンだけで、2mm 最善ありがとうございます。良い周到。嬉しい。ハードのクッキーありがとうございます。近杉さんはみんなでっていうので渡しました。これは自分のペンライトカラー。一個食べようかな。やっぱこういう大量生産のラッピングって本当に楽しいよね。久しぶりにしたけど、これ食べよう。じゃーん。うん、
美味しい。美味しい。美味しい。袋詰めリボン結びの仕事大変だったけど頑張りましたね。バレンタインって感じする。本当に欲しい。皆さんの分は14日にね作るやつやろうと思ってますのでお待ちください。あ、ポップチョコありがとうございます。またさゆきちゃんが Vlog を上げてくれるのでぜひ見てください。ハートのクッキーありがとうございます。ショップショップやばい。ドキドキしちゃうそんなのでもなんかそういうのあったらいいのにね。ヒトラーではあったよね、手作りのやつ。ハートクッキーありがとうございます。美味しい。これは自分のカラーで、あやみちゃんがね、昨日は多分あやみちゃんのショールームに作ってた名前入りのクッキー作ってくれました。じゃん。ちょっとあの乾いてなくて潰れちゃったって言ってたけど、そこも可愛いっていうね。見て、あ、マジ付きなのねこれ。ほら、ヨッシーミンって書いてある。伝わるかな、このマチが、マチがあれだけど、ヨッシーミンって書いてある。伝わるかな、ヨッシーミンって書いてあるんです。かわいい。あやみちゃんが書いてくれました、名前入りクッキー。ヨッシーミンって書いてあるんです。嬉しい嬉しいね、かわいい。もうこれだけでね、かわいい、嬉しい、かわいい。そうなの。みんなと交換するのが楽しいです。やっぱり楽しい。嬉しい。ハートのクッキーありがとうございます。これはタンバリンさんから。私今日のお弁当、持参したお弁当に入ってました。見て。無理せず頑張ってね、タンバリン。〇〇年6月28日星座カニ、好きな食べ物お寿司、将来の夢田舎でカフェだってママから、市販だけどママから入ってました。タンバリンさんからかわいい。これあれですよね、あのこれあれ、あのハッピーセットの おもちゃについてくるやつ。おもろー将来の夢田舎でカフェらしい。ずっとママとパパで将来田舎で低糖質カフェやりたいってずっと言ってるんですよねハートありがとうございます。そう、タンバリンさん6月28日生まれなんです。そうそう、こんな感じ。あの全部17個並べた写真はちょっとどこかしらにまたあげますね。写真撮ったので。田舎でハゲ憧れる。あ、そうなんや、同じ考えだね。確かに田舎でカフェいいよね、田舎フェオープンさん行きます、行ってくださいぜひ。今日はお粥持ってきました。ちょっと胃の調子が悪いのでお粥にします。お粥をママが朝作ってくれたので、これ新しいお箸箱お粥にします。ちょっと田カフェ、そう田カフェいいねハートありがとうございます。ハートのクッキーとポップチョコありがとうございます。昼より行きます、ありがとうございます。チョコそんなに食べてないんですけど、ちょっと胃の調子が悪いのでお粥食べたいと思います。割
レンタインって素敵って思いました。みんなでね言ってたんです、バレンタインって素敵って。ハートありがとうございます。無理しちゃダメ、ありがとうございます。全然大丈夫、ありがとうございます。優しい。梅干し。あー、地域密着型でアーモンドクロワッサンが人気のお店を出したい。わかる。出したい。私も確かに地域密着型の夫婦でやってるチャリンコ漕いで行くアーモンドクロワッサンのお店やりたい。ハートありがとうございます。こんにちは、よしみん。ハートのクッキーありがとうございます。ランチタイムヤッピー、タコありがとうございます。あ、みおりんさん誕生日なんや、おめでとうございます。そうなんや、明太チャーハンいいね。明太チャーハン、あ、確かにパン屋さんの朝は早いって言いますよね。私いけるかな。できるかな。朝早いって言いますよね。すごい、何時ぐらいなんだろう。そのパン屋さん常連になりたい。なってください。やほやほ、ハートとハートのクッキーありがとうございます。3時そんな早いの。生地こねるところからやるのかな、焼くところかなんかな。でも発酵とかって結構温度保ったり時間測ったりしなくんから、やっぱこねるところからなんかな。ハートのクッキーありがとうございます。でも私ずっとベーグル作りたい作りたいと思ってまだ作ってないね。こねて寝かして焼いて、ホームベーカリー使ってるのかな。パン屋さんは使ってないのかな、ホームベーカリー。確かに何種類もあるしね、それによって生地違うっすね。なんか私パン作る TikTok 見るのめっちゃ大好きなんですけど、あ、ホームベーカリー使ってるかさすがに。そうか、めっちゃ好きなんですよパン作る TikTok 見るの。ハード系のパンと柔らかい系と違うんやみたいな生地。私はハード系が好きかな、でも柔らかいのも好きやな。ベーグルをお家で作ってみたいんですよね。うわ、なんかかわいいポップチョコありがとうございます。ポップチョコかわいいやつ、人影が人影がチョコ狙いに来たから、どのマネージャーさんか分からへんかったけど。ハートの空気ありがとうございます。ハードのパン祭りいつもやってますね。それ春じゃなくてもやってるイメージある。ハートのクッキーありがとうございますね。手作りパン結構難しいけど、昔よく作ってたんですけど、お家でね結構お母さんが作ってくれてたんですけど、最近作ってなくて、ホームベーカリーはあるんですけど、もう置きっぱになっちゃっててね。ベーグル作りたいです。ベーグルって焼く前に一回茹でてから焼くらしいんですよ。知ってました？ハートとハートのクッキーありがとうございます。ジラなんだ。
そう、一回茹でてから焼くんだってベーグルね。ベーグル作る配信したい。でもパンって結構なんかむずくないですか？ホームメーカーに使えば多分簡単なんだけど、発酵とか混ぜたりとかやってくれるからね。でも自分でコネコネしてみたい。むずいか。ね、あるある。昔はめっちゃ使ってたんですけど、最近忙しくて使えてない。そう、あとちょっとで1年なんですよ。そうそうそう、チケットは全然残ってますけど、もうちょっとで1年ですね。え、ほんまや、ほんまにもうちょっとじゃない？いつから始めたっけ？初日の前ぐらいから、あと1ヶ月ぐらいか。銘打ち銘打ちもしてみたい。でもしてみたいね。コネコネしてる動画ちょっとみんなめっちゃ好き。 TikTok でかわいい、なんかパンの生地かわいく見えてくるんですよ。つるってして。竹井沙羅さん、あら、そうなんや。へー、小麦粉栽培、それやばい。日本で小麦粉結構難かないですか？なんかチリで習った。小麦粉難しいって。ポップチョコありがとうございます。324、あと1ヶ月ちょいだ。あら、なるもありがとうございます。お粥を流し込んでいます。あったかくて美味しい。確かにパンの生地目つけたらスライムみたい、ポッテリするもんね。ポッテリ。だるまありがとうございます。確かに20ぐらいやってような気する。する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 。ちょうどイベント出たぐらいから毎日やった気がする。あ、確かにスライムチョココロネ作れそう。てか売ってますよね、コンビニで。まだ買ったことないけど、スライムチョココロネ、コロネ作りたい。あれは結構生地さえ作ったら簡単そう。見ます、見てください、教えてください。パン作りたい。ごちそうさまでした。おかゆチーズのってパンで、私わかる。チーズはほんまに美味しい。結構好きな人と苦手な人といるけど、私は大好きですね。なゆみちゃんがくれたヨシミンチョコ食べようかな。あ、ここに貼り付いた残骸が。ヨシって書いてある。かわいい。一つずつ全員の名前書いてくれたんかな。いただきます。ヨシミンって書いてある。シーわかる、シーわかる。かわいい。いただきます。うん、おいしい。チョコもおいしい、ちゃんと。うん、おいしい。ん、クッキーか。ヨシミンを、ヨシミンが食べました。ともぐいです。ね、描いてる姿想像するだけで可愛い、ほんまに。美味しい。やっぱバレンタインって素敵。毎年思う。美
バリンさんからのもちょっといくならどうかな。知らんやけど知らんやけど、タンバリンさん食べとこうかな。マカダミア、チョコほんまに好きなんですよね。私チョコ大好き、めっちゃ好きなんです。チョコおいしい。おいしい、おいしいです。では終わりたいと思います。こんにちは、すいません、こんにちは。船井公園、前夜公演14時からぜひ見てくださると嬉しいです。見てください。愛感じました、おいしい市販やけど13位、ロンドベルさん、ありがとうございます。12位、平八さん、ありがとうございます。11位、さくちゃんまんさん、ありがとうございます。10位、トマトさん、ありがとうございます。9位、みょんさん、ありがとうございます。8位、あさがさん、ありがとうございます。7位、まさたかみんさん、ありがとうございます。6位、よんさん、ありがとうございます。5位、ふっしゃんさん、ありがとうございます。4位、F さん、ありがとうございます。そして3位は、ドゥルルルルルルルン、竜巻さんでした。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。そして2位はルルルルルルルン、リットさんでした。ありがとうございます。パチ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 。そして小林の1位はルル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 ルン、ヤスさんでした。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございました。皆さんもありがとうございました。今日の公演も頑張りたいと思います。公演頑張って、ありがとうございます。ぜひ見てください。 Have a nice day、 Have a nice afternoon。 次の配信も来てくれるかな。公演終わりにします。またねー。